りゃそうですよ。治らないせ、治らないせ、金があったら新車が欲しい、新車が欲しい。力が欲しいか。どうも皆さんこんにちは、SKB です。女子の高橋です。というわけで今回はあの R1 のギャフンと言わせるためベスタのチューニング企画です。ビッグスクーター早くして一体どうするつもりなんですかね。ドライブターニングキットマルシスポーツ、これだ。デルタクラッチ、強化ベルト、エアクリーナー、ハイスピードプーリー、これしかねえ。4万でも買うしかねえ。金欠チャンネルなのにどこにそんなお金が。それは、それ使っちゃダメなお金ですよ。くそ、クソじゃないんですって。ためにためた500円玉貯金、まだ引き返せますからね。やったら。SKB チャンネル。さあ届きました。ハーレーは遠のきましたが、買っちまったもん後悔してもしゃあないっすからね。今回はマロッシの駆動系セットを買ってみました。 GTS250 も2万5000キロを超えましたし、駆動系のリフレッシュにはちょうどいいですね。これでリベンジや。よっしゃ、とりあえず組んでいきましょう。まずは駆動カバーを外しましょう。エアクリをずらさないといけないんで、この奥のネジも外していきます。ここだけ裏からナットで止まってますね。エンジンルームに手突っ込んで手で押さえて回します。まだエンジンが熱いので気をつけて。熱っ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 。すいません、今汗出し。そしてどっか行った。ナットどっか行った。外したナットどっか行った。言わんこっちゃない。くそー、なんかこの辺よ。いや、見えね。来た来た来た。ああもうちょい。ああああああ、どこ行った。おっとおっとおっと。どこ。そこをこう。さあちゃん取っていい。あかん。来た、指届きそう。あちちち。めっちゃピントがこっちに。熱い。あじじじじ、ああ取れた。よし、シャバン運ぐらいにして残りはサクサクいきましょう。これそんな悪くないよな。ちょっと汚れてはおるけど。ほんじゃプーリー外していきます。ワッシャもつける順番があるので忘れないようにしましょう。忘れないようにして。マロッシに組み替えていきましょう。しっかりと説明書を読んで組み込みます。読めねえ。まあ駆動系の構造なんて国産スクーターも外車も変わらんから、ノーマルと同じように組めば大丈夫っすよ。皆さんはきちんと説明書通りに組んでください。ウェイトローラーは 14g と 16g の2種類ついてました。今回は 16g を装着します。バリ
位がすごいんで軽く整えてやりましょう。バリも取ったんで薄くグリスを塗って組み立てます。ウェイトローラーにも向きがあるので揃えながら入れていきましょう。あとは組み込んでプーリー側は完成です。おお、すげえ精度。次はクラッチです。この大きなナットを緩めないといけませんね。このサイズの工具ないし、バイク屋さんに借りに行くぞ。行けたぞ。すごいトルクで締まってるんでインパクトをお借りしました。あんま迷惑かけちゃダメですよ。これでクラッチ、センター、スプリングラバーコーン、トルクドライバーに分割できたんで、トルクドライバーはノーマルのまま、残りはマロッシに組み替えていきます。あ、しもたラバーコーン忘れた。忘れ物しないで。 SKD チャンネル。さあ、クラッチも出来上がりです。今回はデルタクラッチを組み込みました。このクラッチはクラッチミートのタイミングを任意で調整できるのですが、今回は出荷時セッティングでいきましょう。全然閉まらないですね。おかしいな。てか俺ベルつけてないわ。やばいやつやん。やばい。てきて。クラッチベルつけ忘れてた。ちゃんとしてください。もう一回外さないと全部。あんたが忘れてたんですよ。もう一回外せるやん。ほやんもう。これつけるの忘れてました。すいません。反省してんのか。え？反省してんのか。なんで攻めてくんの。頑張ってやってんのに。みっともない喧嘩をせんでください。改めて装着して完成です。エアクリーナーもマロッシに。スポンジ目が荒く吸気効率のアップが狙えます。まあ、エアクリーは元からマロッシなんですけどね。まだまだいけそう。それでは早速リベンジマッチに。見た目が早くねえんだよな。まだ何かするんですか。ちょっと早そうな見た目にしてリベンジや。ちゅうわけでまずはマフラーっすよね。だいぶ前にいただいたエンデュランスのサイレンサーです。元は CB1300 につけてたみたいです。でかくてかっこいいですが、いやこっちが細いで、こっちが太いからガバガバってこと。そう、まあ見ての通り差し込み手が合わないんでこのままじゃつきませんね。から作って終わり。これがうちに合うし、これがここにぴったりやん。この部分と同じ太さのパイプが用意できればつきそうですね。早速通販でパイプを探しましょう。すぐ切る。線は急がないとダメだぞ高橋君。タイプ系の変換カラーにしましょう。チェックします。あ、バッチリじゃない。ちゃちゃっと汚れ落として中間パイプに溶接しちゃいます。
ケーっす。上こんな黒いガスケットあんの？なんか茶色のイメージやねんけど。ぴったりや。サイレンサーバンドは純正の穴がぴったりしてる。あとはサイレンサースプリングをつけて、マフラーは完成ですね。音量は？騒音も聞いてて艦長も伸びたので、おとなしめな音量でトルク出てる感じです。マフラーの次はこのやぼったいフェンダーっすよね。このバイクを購入した時からですが、かなりガタついてますよね。うわ、バキバキやん。まあ見ての通り割れちゃってるんで、フォグランプを外して。しかしフェンダーを外して割れてないものに交換するにしても、車体からフォークを抜かないとフェンダー外せませんよ。いきなり切らんで。外せねえんだから切るしかねえってだの。よっしゃ、取れました。フェンダー外したらこんな感じになりました。丸見えの肩持ちフォークの違和感がすごいです。しっかしこの地味な色のホイールとイボイボのブロックタイヤじゃ速そうには見えませんよね。というわけでホイール外して塗装とタイヤ交換行きましょう。今回もいつものごとくレース落ちタイヤです。1本500円とかだしね。たまには新品タイヤを入れたいところですが、こんな底辺チャンネルにこんな金ないって。ほら、文句より手を動かす。スマホホルダーぐらいでは変わらないと思いますが。バカ野郎、快適装備がついてたらカッコがつかんだろ。でもこの企画終わったらまたつけますよね。つけますね。あとはリアキャリアもカッコ悪いんで外しちゃいます。でもこの企画が終わったらまたつけますね。あとはステッカー貼って速そうな雰囲気を醸し出します。サスペンションはオーリンズでしたって。ノーマルです。ホイールはバルボリンでしたっけ。バコーズです。ガンダムも。逆にどこに売ってるんですかこのステッカー。
プラスワンダーも。いろんな馬娘がいて好みは千差万別ありますが、僕はやはり母性と長距離適性、スタミナでゴリ押す強さに打って変わって柔らかな母性を持つスーパークリーンが好きですね。誰も聞いていないのに勝手に語り始めたぞ。というわけで出来上がりました。じゃあ早速速攻チェック、行ってきます。出足から40キロまでの加速でもかなり変化がありますね。これならいける。おい、リベンジ来たぜ。勝てるわけないやろ。負けた方はバイクのグリップこれにしてもらう。フジコプロに怒られる。2000円。もうさっき入れといた方がええんかな。そりゃそう。治らないせ、治らないせ。金があったら新車が欲しい、新車が欲しい。かからないせ、冗談やん。SKD チャンネル。しゃあない。約束は約束や。今日はハンターカブのグリップを交換していきたいと思います。今日はハンターカブのグリップ交換です。まずは今までのグリップを外していきます。あ、俺それ俺のバイクや。やめて。ストロークの